私彼氏と旅行中なのに旦那が事故って緊急搬送されたって。今どこなの？ハワイのオアフ島。やっぱリゾート最高。海外。去年お姉ちゃんがハワイに行ったの羨ましくて真似しちゃった。彼氏ってどういうこと？イケメンのお金持ち、ちょっとしたアバンチュール楽しんでるの。あなた結婚してるのに。旦那は事故ったんでしょ？だったら気づかれないし。不謹慎よ、今すぐ帰国して。やだよ、めっちゃ盛り上がってるんだから。大輔さんが交通事故に遭ったのよ。ハワイに着いてまだ2日目なんだ、勘弁してよ。大輔さん重傷なんだよ。旦那はもういらないかな。あんなボロボロの工場で働いてお給料も少ない男なんて恥ずかしいもん。なんてこと言うの。大輔さん、あなたのために一生懸命働いているのに。そうだっけ？社長なのに土日も出勤してる。社長って言っても従業員6人の小さな部品工場だよ。いつ潰れてもおかしくない。将来性は十分あるわ。大輔、いつもおいれまみれの格好して貧乏くさいのよね。一緒に連れて歩けない。作業着だから仕方ないでしょ。エルメスのバッグ1個も買ってくれないケチだし。将来のために貯蓄してるんじゃないかな。お姉ちゃんだってエルメス持ってるのに。私も同じバーキン欲しいの。私は一生懸命働いて自分で買ったの。何よ、私が働かず家にいること見下している言い方だね。ムカつく。そんなつもりで言ったんじゃないの。とにかく今すぐ帰ってきて。お願いよ。そっちでうまくやってよ。お姉ちゃんが病院に付き添ってくれればいいでしょ。あなたの旦那さんだよ。いつも私に偉そうに命令して。そういうとこ昔から大っ嫌い。ごめん、偉そうだったかな。とにかく来て、私も病院に駆けつけるから。今すぐ帰るのは無理。彼氏にも相談しなきゃ。さっきから彼氏彼氏って。そんなこと今はどうでもいいわ。どうでもよくないよ、あんたの旦那だよ。え、驚いたでしょ。翔太なら同窓会で昨日からしばらく田舎の実家に帰ってるけど。それアリバイ。お姉ちゃんっては男運ないね。今回も私の勝ち。せかせか仕事ばっかやってるから旦那に逃げられるんだよ。どういうこと？お姉ちゃんが結婚した時、あんなにイケメンの旦那さん、私も欲しいと思ったの。またそうやって人のもの欲しがる。翔太さんの方がうちの旦那よりお金も持ってるし、いい男じゃん。そう見えるのね。うちの旦那の車、オンボロ中古の国産。翔太さんはポルシェだよ。乗ってる車で人を判断するなんて、安易すぎない？車の格は男の格でしょ。昔そう言いながら私の恋人を横取りしたことあったよね。覚えてないな。あの時はショックだった。今回は私の旦那さんってわけか。あなた異常だわ。女としての魅力は私の方が上ってことよ、お姉ちゃん。悔しかったら今すぐ取り返しに来いっての。私は大輔さんの病院に行きます。じゃ、ちくよろ、今から泳ぎに行くからLINE切るね。ちょっとリカ、待ちなさい。リカ、私はエミ、35歳の外資系 OL です。半年前に翔太と結婚して2人暮らしになりました。翔太はミュージシャン、 TK みたいなプロデューサーになりたいって夢を持っていて、その情熱にほだされました。 LINE の相手は3つ違いの妹のリカです。大輔さんという働き者の真面目な旦那さんがいます。なぜか昔からリカはあれである私に対抗心を燃やしています。私が行った大学に通いたがったり、同じ服を欲しがったり。以前雑誌で人気の美容室で髪をカットしてもらったら、リカは翌日同じ美容院で全く同じヘアスタイルにしてきました。ボーナスでシャネルのバッグを清水買いした時、1週間後には同じシャネルのバッグを手に入れてきました。リカは働いていないので、そのような大金をどのように工面したのか分かりませんが、私と同じものを欲しがる癖があるんですよね。姉妹ならこんなこともあるのかなと、妹のすることを最初は可愛いと思っていたのですが、恋人を奪われた時はさすがにショックでした。そんな自由奔放な妹がこの後とんでもないことを起こすのです。半日後。アロハー、こっちは最高の天気。名物ハワイアンパンケーキ食べてきたわ。のんきね。何よ、テンション低く。あれから何度か LINE したんだけど繋がらなかった。ビーチでスマホなんていじってられないっつーの。その代わりさっき写真送っといた。カメハメハ大王の像とか2人のラブラブ写真とかいらない。そっちがおつや並みに暗いからパーッと明るくなるように送ったのに。こんな事態の時浮かれてるあなたは非常識だわ。ワイハーの能天気なロミノビ気分を分けてあげたいの。大輔さんのこと心配じゃないの？
別に。既得なんだよ。まだ生きてたの？会社関係の人も病院に詰めてるの。意外にしぶといな。なんてこと言うのよ。今旅行が最高に楽しいの。まるでハネムーンみたい。これからカラカウア通りのティファニーでタイヤを買ってもらうところ。え、翔太さんが買ってくれるって。私再婚するかもね。そう、お姉ちゃん悔しいだろうね。翔太さんと結婚してまだ半年だもんね。でも子供もできてないし、よかったんじゃない。翔太さんもババアより若い女性の方がいいって言ってる。あんまりだ、あなたたちのしてること。もうお姉ちゃんと LINE すると暗すぎて、せっかくの Wi-Fi が台無し。帰国するまで連絡してこないで。リカ、あなたの旦那さんがこんな時に。うるさい、これ以上邪魔すんなって。リカ、ちょっと待ってよ。リカ。翌日、旦那の面倒はお姉ちゃんが見とけよ。ご遺体の面倒は難しいかな。は？大輔さん、今朝天国に旅立ったの。じゃあお葬式は適当にやっといて。お姉ちゃんに任せる。この後に及んでまだ帰らないつもり？なんならハワイに遠泊しようかって話も出ててさ。あなた、めちゃくちゃね。旦那が旅立ったんなら邪魔者はいない。帰国が少々遅くなっても誰も咎めないよね。これからお通夜の準備なのよ。私そういうの苦手。香典だけまとめといて。帰国したらもらうから。信じられないわ。あ、旦那の遺産や保険金手に入るよね。だったらもっと買い物しよっかな。あなたが受け取る遺産や保険はゼロ。むしろ莫大な支払いが待ってるわ。え、どういうこと？あなたと大輔さん、もう離婚してるのよ。は？忘れた？他に好きな人ができたから離婚したいって判を押した用紙を大輔さんに預けてたよね。は？大輔さん、しばらくは迷ってたけど、あなたの浮気に気づいていたらしく、事故前に離婚届提出してたのよ。そんな、じゃあ保険金でいいや。3000万くらい出るでしょ。それも離婚時に受取人の名前を変更してます。誰になってるの？私よ。なんでお姉ちゃんなのよ。あなたたちが結婚したての頃、独立して工場を建てたいって言うから大輔さんに資金援助したことがあるの。それに恩義を感じてるって。そんなことがあったんだ。妹の旦那さんだし、二人の生活がうまくいくといいなと思って、私貯金をつぎ込んだのよ。知らなかった。生前大輔さんからいろいろ相談受けてたの。そう。もし何かあったら後をよろしくって言われた。工場は私が引き継ぐわ。話がない。工場全然美味しくないわ。じゃあ遺産のこと知ってる？大輔ケチだから残してないか？ケチなんかじゃない、たっぷり残してる。え？あなたとの老後のためにコツコツ貯めてたの。2000万ほどあったみたい。そんなに？リカ、あなたこんなに思われて愛されていたんだよ。その遺産がもらえないなんて、離婚届渡すんじゃなかったな。お金に取りつかれてリカは人が変わってしまったね。こうなったら私お金持ちの翔太と再婚するもん。翔太がお金持ち？とんでもない。定職なし、借金ありだけど。え、高級会社乗り回してるのに？私の車よ。私が稼ぎ、私の持ち家に住み、私名義のクレカで生活してる。最初は私も音楽の道の厳しさを分かってたから応援してた。でも今回で浮気も5回目。おいおい、常習犯じゃん。ちょっと前から本気で離婚を考えていたの。ちょうどよかった。くれてやる。借金500万が漏れなくついてくるけど。え、プータローなのに借金あるって最悪。せいぜい浮気されないように頑張ることね。ちょっと待ってよ、旦那返却したい。翔太にも理科にも慰謝料を請求する。何言い出すの。お姉ちゃん冷静になろうよ。償ってもらうことはまだあるわ。休日私を尾行したり、私の部屋に勝手に入ってたよね。バレてた？買ったばかりの洋服やバッグ、よくなくなるから変だなと思って防犯カメラをつけてたの。いえ、私が留守の間に私の部屋でゴソゴソしてるの全部映ってた。家の鍵は翔太からスペアキー借りたね。姉妹だからいいじゃない。立派な不法侵入だよ。警察に通報する。大げさだよ、やめてよ。夫が既得だって言うのに、人の旦那と浮気旅行して両親ってものがないの？謝ればいいんでしょ。大輔さんが毎日汗水流して働いて会社を大きくしようって時に旦那さんを裏切っていたなんて。悪かったって。旦那さんが事故に遭っても心配すらしない。こんな冷たい卑劣な人間、許せない。許してよ。大輔さんもこれじゃ浮かばれないわ。どうしたらいいのよ。もう買った指輪200万も返して
旅行代金全額も。指輪、翔太さんが買ってくれたんだよ。私名義のクレカなの。翔太が払うかあなたが払うかどっちでもいいけど絶対返してもらうわ。どんどん支払うお金が増えていくじゃん。そんなお金ないよ。実家の両親も絶縁だって言ってる。マジ？援助頼もうと思ってたのに。あんな優しい旦那さんがいながら文句ばっかり言って、その上姉の旦那を横取りするなんて、あなたは家族の恥って、大輔さんに申し訳ないって、お父さんもお母さんもここで泣いているわ。あっちゃー、あなたの顔もう二度と見たくない。待って、お姉ちゃん助けて、お願い、私行くとこなくなっちゃう。あれ、お姉ちゃん。後日談。リカは住居侵入罪と窃盗罪で警察へ連行され、示談金150万の支払いとなりました。旦那さん名義だったマンションは弁護士経由で売り、そのお金は工場運営のためにプールしました。事の顛末を知った両親は激怒し、リカを勘当。これで帰る家を全て失いました。リカは高級ブランド物を買うために怪しいところからお金を借りていたらしく、借金取りに追われる日々。その上、示談金と慰謝料の支払いに困り、借金地獄に陥ったのです。大輔さんは両親も他界しているし、兄弟もいないので、残した遺産は遠い親戚の元へ渡ったので、リカはどうすることもできませんでした。浮気相手の翔太に頼ろうとするも、翔太も離婚され家がなく、ニートで借金を抱えているので、ホスト家業につき借金返済と意気込んでいたのですが、お店で出会った金持ち女になびいて失踪してしまいました。リカは置いてきぼりにされ、天涯孤独になり、とある町工場の掃除婦としてアルバイトをしていると風の噂で聞きました。私は浮気症の旦那と晴れて離婚。自分が受け取った保険金は大輔さんが建てた工場の運営資金に充てました。天国に行った大輔さんの意思を受け継ぎ、工場を大きくすることに成功。海外にも事業を広げるべく頑張っています。そしてその仕事で知り合ったビジネスパートナーと再婚して、今は幸せに暮らしています。